モ利リはじめは日本の内務官僚。特別高等警察で活動、佐賀県、埼玉県などの警察部長を歴任した。1891年に福島県立郡大木戸村に生まれる。大木戸小学校から福島県立福島中学校に進学するが、父親の死により2年で中退する。その後上京して警視庁の試験を受け、九百十五年に、 警視庁巡査になる。菅務署に配属された毛利は、高等化労働係に所属した。ここから毛利と共産党との関係が始まる。またもう勉強を重ね巡査部長、警部補と、トントン表紙に出世した。警視庁特別高等化労働係として、1928年の日本共産党などの一斉検挙3.15、事件の内定に従事。 1929年3月20日より、同化労働係辞席として、東京地方の共産党再建の責任者、菊池克美を取り調べ。菊池の信頼を得て、供述を受けたことで、党の詳細な組織図がまとめ上げられ、翌月の大規模検挙4.16事件に大きく貢献することとなった。同年特攻課特攻係長に昇進。 1932年警視庁特別、高等警察課は特別高等警察部に昇格。この時、初代特攻課長に就任。配下の共産党中央委員、飯塚イーズカエイエミコールスパイ M を用いて、共産党指導部からの情報を手に入れ、また、M を用いて党に壊滅的な打撃を与えた。モーリがスパイを使っているのは、特攻内でも極秘とされ、 毛利本人以外では二人の人間しか知らなかった。この間の共産党は非常時共産党と呼ばれ、M の指導のもとに共産党が戦前最大の牽制を誇った時期であった。この M の活動により引き起こされた事件には、陰はじめ強射殺事件や赤色ギャング事件、熱海事件などがある。赤色ギャング事件は当時号外が出るほどの騒ぎとなり、これに関して、 共産党は、毛利が党にダメージを与えるために、スパイ M を使って引き起こした事件であると主張している。一方毛利が M から事件について聞かされたのは、発生から2日後であり、M の単独計画であるという主張がある。M の単独計画を裏付けるものとして、警視庁は、当初全く手がかりがつかめず、世論の批判の高まりに、時の警視総監、 藤沼昌平が身体伺いを出すほどのダメージを負っている点や、また特攻と別部署の刑事部が捜査に動いており、もし本当に毛利が発案し、M を使って実行させたのなら警視庁がこのような動きをするとは考えられず、そもそも毛利に別部署や警視総監に及ぶまでの権限もなかった。毛利自身も事件の翌日の会議でアナーキストによる犯行と発言している。 その約1ヶ月後に共産党の地方幹部を一斉に検挙した熱海事件で非常時共産党は事実上壊滅する。ただ毛利は当初、風間江最高幹部全員を熱海で捕まえる予定であったが M の裏切りにより、最高幹部は熱海に現れず、先乗りしていた地方幹部の逮捕のみに留まった。だが、風間城吉以下の最高幹部も、 M からの情報によりその五感を置かずに捕まっている。風間の逮捕を最後に、毛利の手引きにより M は姿を消す。1933年2月20日、小林武次が虐殺された時、安倍元気警視庁特攻部長の下で、中川茂雄警部、山形伊蔵警部と共に直接手を下した。翌21日、毛利は、決して拷問した事実はない。 心臓に急変をきたしたものだという心臓麻痺の談話を発表し、これが各新聞に掲載された。共産党内に優秀な幹部スパイを育成する手腕に優れ、警視庁内でスパイ使いの名手、特攻の神様の異名で呼称されていた。当時、内務省警保局などから主演された特攻機密費の配分を受け、スパイを要請し、 自身の愛人二人を囲うのに用いていたと言われる。1936年11月には、思想検事の平田勲佐夫が所長を務める東京、保護観察所の初代保護士の一人となり、11月27日に、日本共産党壊滅、国家治安維持の功績によって、昭和天皇から訓後当局実証を受け勲章と、杯が可視された。 終戦直後には東国内閣から功績顕著として特別表彰を授与された。後佐賀県、埼玉県などの警察部長。終戦直後、埼玉県警察部長を退職、福島県国見町に帰郷ありがとうございます。